トキ、タクミ、はい、そしてハナリの、はい、二枚組っていうのかな。そうなんですね。凶悪の二枚組が。そうですね。一部からよくやったという声と、もうやりすぎだという。デビューアルバムが二枚組っていうのは、他にね、ヤントみたいな三枚組だったっけみたいな。それぐらいしかないっていう。この時代に。すごいですよ。これは、自分も思い入れは深いですけど。ですよね。ですよね。石井君に相当手伝ってもらったので。なかなかその出さなかったんだよね、彼がね。そうそうそう、そうなんですよ。で、やっと出したのが2枚組ってのはすごい。これはでも聞いてもらいたいですよね。確かに。いろんな人。そうなんですよ。それはまあ、まあ、ひとえにね、そのレーベルとしての力不足というのがあり、あんまり周知されてないのかもしれないですけど、かなりね、すごいですよ。うん、本当にオリジナルというか、そう、ここだね、ここな感じがある。ですよ、これはね、本当すごいですよ。ちょっと異常な感じですね。異常な暑さだしで。そうそうそう、異常な暑さだし。この在庫は場所取ってしょうがない。そうなんですよ。そう、うちにいっぱいあるんで、うちにいっぱいあるんで、ね、ちょっとね、困ってるんですよ。トキ君はね、ずっと一緒にエレメントリーとしてやってきたっていうのがあって、うん、まあ、結構力が入ったリリースだと思うんですけど、はいはいはい、トキ君に対してこうどういう評価してます？そのインプロバイザーとしてのトキ君っていうのは、その MTR を使ったりギター連奏したりしたこのトキ君と、今ハナリっていう名義で、ブレイクビーツというか、まあ、ビートも少し入れたいものをやってるので、はいはい、その辺にこうどうですか、どういう、どう見てますか彼を。いや、トキ君に関して言うと、うん、まあ、そのインプロ云々、そのビート云々ということももちろん、まあ、あるんですけど、うん、彼 の、 その一番すごいところは、なんかその突き抜けてしまってるところだと思うんですよね、うん、そのなんだろう、単にその最初からそのはちゃめちゃな、なんかこうおもちゃ箱をひっくり返したようなはちゃめちゃな音楽をやっているような、ちょっとなんかバカっぽい人っているじゃないですか。まあいい意味、いい意味でですけど。いい意味でね、なんだろう、そのね、言うじゃないですか、ちょっと、まあ誰とは言えないですけど、そういうの言うじゃないですか。誰なんだろうと。そうだけど、トキ君の場合はなんか そういうのは感じなくて、なんか非常にこう、なんて言うんだろう、真面目に、頭のいい人がすごい真面目にコツコツ積み上げてきて、うん、で積み上げ切った上に全部崩れてしまったような、あ、それは分かる、突き抜けてしまったような、うん、そのなんかバカさというか、分かる分かる、パーンってなっちゃった感じ、そうそうそう、パーンってなっちゃった、考えすぎて、そうそうそう、頭がそうパーンってこう、そこです、弾けちゃった、それをね、非常にね、感じるんです。だから、山に対する最近のそうすごい情熱とかも、そういうことを感じるよね。I'm gonna go get some more.
最新作になるんですよ今。そうですね、最近出ました。8月の半ばぐらい。黄色い憎いやつ、うん、スタンダーさん、スタンダースタンダーさん、なんかスタンダードの D がないらしいですけど、 D がなくなって名前らしいんですよ。そう、なんかなんだろう、なんだっけな、なんか完成形ではないみたいな、なんかそういう感じですね。こう未来に向かってる。そう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 、開かれてる。そんな感じですね。これ結構ダブっぽい、もうダブですね。感じですね。結構フェニマルまでテレメトリーにあんまりなかった。確かに確かに、そうですね。あの今まで出してきたのってやっぱちょっとなんかそうアバンギャルド色が強かったと思うんですけど、うんうん、まあ、それに比べると割と聞きやすいというか、うんうん、ですね。それどういうあれなんですかね、そのきっかけ、さっきと、ね、あのそうですね、と彼はそうですね、テレメトリーのイベントをその、さっきちょっとお話ししたフォースフロアでやってた後に渋谷のセコに移ったじゃないですか、うん、セコバーでやってて、でセコバーなくなった後もそのなんだ移転した先のセコでやってたじゃないですか、うんうん、でその後に五反田にあった五反田ソニックっていうところでイベントを、うんうん、やってて、その五反田ソニックが入ってるビルの会社で働いてたんですよ彼。ああそうなんだ。そうそう、デザイナーとして働いていて、で、あ、そうだ、その五反田ソニックを紹介してくれたのが彼なんですよ。あの、うん、誠くんのリリースパーティーをモジュールでやった時に遊びに来ていて、あ、そこで出会った。そうそうそうなんですよ。そうで、まあ彼今回はダブですけど、そのヨーロッパでリリースしてるやつとかはもう全部なんだろうな、クリックテクノ、ミニマルクリックテクノなんですよ、うん、じゃあ結構名義で違う、違うんですよ。そうそうそう、でそのクリックだったから、まあ、誠くんとまあ近くはないですけど、うん、まあ、うん、あの話がこう重なる部分もあって、で何かまあちょっといろいろ話をしてて、うん、それで何かまあそう、ずっとイギリスにいてこっちに来て国内でのリリースはない、うん、で、このスタンダーっていう名義でちょっとまあ何かダブっぽいのを今やりたいから、それを出すところを探してるっていうことで、うん、じゃあまあやりましょうかみたいな感じでなったんですね、うん、これ本当まだ出たばっかり、そうですね、8月多分まだまだっていうか、うん、そうですね、8月、うん、8月に出た、8月半ばぐらいに出ました。どうですか、なんかリアクションとか、まだないか、まだ、うん、まあまあ、うん、これからこれからこれからです、ね、かっこいいね、すごい、うん、いいですよね、そう、あのね、ドイツのダブドラッギーですよ、ドラッギー、うん、ドラッギー、なんかこう語弊があるかもしれないですけど、音がね、音が、あの、あれですね、サイケデリックな感じではないドラッギーですね、パッキリしてる、あの、なんかこう、ダウナー系ですね、うん